ボンジュー、皆さんこんにちは。フラフランスの愛です。今回も南西フランスのビットグローニエの様子をお届けします。この町はトゥールーズの中心から 2,30 分ほど車で離れた場所にあります。トゥールーズと同じように赤レンガでできた建物が多いですね。あとはすごく古い建物がたくさん残ってました。今見えている白と黒のお家もこれはかなり昔にできた建物のスタイルですね。あとはこう見ていただくと分かる通りに赤レンガの種類も昔の赤レンガが使われてますね。古い建物が残されている町ですね。とても綺麗でした。トゥールーズの中心ももちろん綺麗なんですけど、こうやってちょっと中心から離れたところに行くとまた違った雰囲気を味わえるので、もし旅行とかで訪れた際は足を伸ばしてちょっと離れたところに行ってみるのもいいと思います。今回のビットグローニエは川の隣でやってます。この日はこの場所にお昼の12時ぐらいに着いたんですね。ビットグローニエってだいたい朝の9時からやってるので、お昼に到着しちゃうといいものはもう全部なくなっているという状況があります。なのでもし皆さんビットグローニエに行かれる際は朝早くから行くことをおすすめします。でも全然まだまだ物は残っていて、例えばこの箱の中は全部1ユーロと書いてありました。すごい素敵なものがねたくさんあるんですけど、あと私たちまだ自分たちの家を持っていないので置き場所がなく、いつも買えずにもどかしさを感じながらビットグローニエを見てます。ただね、私全然お皿とかどの器がどれだけ貴重なものなのかっていうのがわからないので、いろいろ見ながら勉強している状況というところです。ビットグローニエに行っていつも思うことなんですけど、これ出品してる人は一般人なのになんでこんなに素敵なお皿とかインテリアがたくさん並ぶんだろうと不思議に思ってます。日本のフリーマーケットだったら私そんなに経験はないんですけど、例えばなんかいらなくなった古着とかおもちゃとか、あと家具家電、そういうのも IKEA だったりニトリだったりっていう一般的なものが並んじゃうと思うんですけど、フランスのビットグローニエはどの地域に行っても古い家具とかなんかちょっとこだわったインテリアとかが置いてあるので、本当に皆さんいいものを持ってるなと思ってびっくりしてます。家族や友人同士で出品をしている人が結構いるんですけど、売ることはもうそっちのけでパーティーをしている人もいましたね。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねとコメントもお待ちしております。では次のビデオで会いましょう。アビエント。